ど一旦は太陽が沈んだんですが、今またですね、今度こそこれは地平線に沈みゆく太陽を真正面に向かって走ってます。私が車で走ってる時にすごく好きなシーンというか景色があるんですけど、それがこの一つが海に向かって走ってる時、伊勢志摩の、なんですか、パールロードとかですね、海に向かって走ってるところと、それともう一つがこの夕日に向かって太陽に向かって走ってるっていうのは、もう何とも言えないこの何ですかね、気力というか充実感というか、それを感じるんですね。私が以前9月の16日の朝に長野県の茅野市で撮った動画がありますけれども、それっていうのはこの虫の声とか太陽とか鳥の鳴き声で、自然は完成されてるんだなっていうことを喋ってたんですけども、今まさにまたそれと同じ感覚、感動、喜びと感動をね浸ってる最中です。今度こそもう太陽を今日太陽最後見納めだと思います。ありがとうございました。最後にですね、こういう暗いというか夕暮れ時とか、この落ち着いた、まだ太陽が見えますね。今ちらっとこっちの方にですね、この一瞬防音壁が途切れたところから一瞬だけ太陽が姿を現しました。また見えそうですね。いいですね。これで、これ、もう綺麗ですね。本当に美しいです。最後にですね、この太陽をですね、しっとり太陽を夕日をバックにしながらですね、しっとりしたこの鉄道昇華で、今日 あのドライブの動画を締めたいと思います。今度こそ、どうもありがとうございました。